ビルヘルム5世は、ユーリヒクレー・フェベルク公、ビルヘルム富裕公と呼ばれる。ユーリヒクレー・フェベルク公ヨハン3世の着手として、デュッセルドルフで生まれた。姉アンナは、イングランド王ヘンリー・パッセイの4度目の日となった。1539年から1543年にかけ、ビルヘルムは境を接するゲルデルン公国を、登園にあたるゲルデルン公。 カレルの継承者であるとして獲得した。これを不服とした新生ローマ皇帝カール5世は、ゲルデルン公国の継承権は、自分が優先されるとし、継承権を売り渡すよう命じたが、ビルヘルムは応じなかった。ビルヘルムは、フランス王フランソは一世と同盟を結び、カール5世に対抗する強力な後ろ盾を取り付け、その証として1541年、フランソは一世の命である。 ナバラ王女ジャンヌ・ダルブレと結婚した。しかし、フランスが自分を支援するため指一本動かす気がないことを悟ったビル・ヘルムは皇帝軍に圧倒されて降伏せざるを得なかった。1543年に結ばれた弁論条約の結果、ゲルデルン公国とズトフェン公国はカール五世へ移譲され、ハプスブルクリオ・ネーデルラントに組み入れられた。1541年に、 ナバラ王女ジャンヌ・ダルブレと結婚したが、1545年に結婚無効とした。1546年7月、カール5世の弟、ボヘミア王及びローマ王、フェルディナントの娘マリアと結婚した。ありがとうございます。